明治大学記念館10月竣工。レンガ作り2階建て、間口13軒、奥行き9軒、縦つぼ216坪、建築費27,500円。西洋切り妻を中心に左右に小さいドームを配したデザイン。1912年3月5日深夜の火災によって消失。岸本達夫校長は山用をして来校。 焼け跡の始末や記念館再建を指示した。しかし、再建された記念館を見ることなく4月4日に休止した。初代記念館が存在した期間は半年ほどに過ぎなかったが、学外イベントでも使用実績はあり、火災当日も東京市教育会の講演会が行われていた。1912年12月竣工建築費は消失した。 初代記念館の保険金と大学の基本金の一部から賄われた。円形ドームを中心に左右に三角錐を突起させたデザイン。休館に比して十二四つ棒を増加し、かつ出荷に鑑みて、設計に変更を行ったとされる。二代目記念館は、対象デモクラシーの時代とともにあり、社会運動家、大山育夫の自局講演会、白熱党の演説会、上原、 笹川事件における警官隊との乱闘など、命大史を彩るエピソードにことかかない。1923年9月1日の関東大震災で消失。大学は夏季休暇中だったが、在教学生を中心にして、瓦礫の除去作業が行われ、野球部をはじめとする各種サークル、団体は復興資金集めのために全国各地を奔走した。 明治大学の震災復興計画は6期に分けて着工され、3代目となる記念館は第3期工事によるものである。明治大学の落成祝いお祭り騒ぎの神田通り、明治大学では今度中央記念館並みに左右両翼校舎の建築完成を遂げたので、来る21日より24日にわたり復興記念の祝典を挙行する。第1日には、 長0三千の名刺を、第2日以降は、学校関係者1万0千人を招待し、第4日目には、米田稔、大田正隆、穂住重藤、石井菊次郎の諸子を経して、講演会を催すことになっている。所在地の神田区では、西木町、標人坊町、浦、人坊町、甲賀町、小川町等、いずれも満幕、の規定等々で今日を転府べく準備中である。 東京朝日新聞1928年4月19日3代目の記念館は昭和から平成初期の明治大学を象徴する建物であり、重要文化財指定候補となったが、維持運営等の問題により建て替えに至る。ドーム屋根のデザインは現在のリバティタワーにも活かされている。佐藤千夜子、ありがとうございます。